ご視聴のご縁を賜りありがとうございます。生産所塾です。今回は毛筆を書いていきます。それでは生産さん、今回も張り切ってお願いします。はい、皆さんこんにちは、生産です。本日も前回に引き続きまして、春季春の光という文字の行書を書いていきたいと思います。こちらの方を詳しく解説が載っていたので見ていきたいと思います。まずポイントですが、1、2画目は同じ長さに、ここの1画と2画目は同じ長さにと書いてますね。3画目でぐんと広く取るといいでしょう。次に左右の払いを最大幅に、こちらで字の幅を取ります。この字の幅を取ったのをそのまま下ろしていくと、下の文字と幅と合うように書くとバランスがいいですね。次にこの木という字ですけれども、こちら火は細長く、こちらの火という字は細長く書いてますね、縦長に。こちらの上を少し余白を小さくして、下はたっぷりと開けるように書いてます。次に、この車なんですけれども、車の横画は等間隔にと書いてます。こちらですね、こちらの余白が全部等間隔ですね。これが上が狭くなって下が開きすぎていたりしていないか、ここはチェックして書いていきたいと思います。それでは早速中身に入りたいと思います。まず、1画目と2画目を同じ長さに、同じ長さに、3画目で広く広く上に、そしてこちらをあんまり太くならないように、これで字の幅を、これで字の幅を取ります。こちらもしっかりと、これも字の幅を取ります。この左と右の払いで最大幅になるように、で中の方はあんまり絞りすぎない、縦に膨らますように、ちょっと右の方が長く、閉じる。はい、こちら春ですね。次に木を描いていきます。さあ、この木という字も同じ幅で、この火という字を縦長に、右上がり、こちらを長く長く、こちらは長く、その分上の方に絞って、右上がり、ここがね小さくなりがちなのでたっぷり書きましょう。この字の幅を取るぐらい、これも線を太く、車を大きく、ここの間隔を等間隔って言われてましたね。次にこの真ん中よりちょっと右寄りに、ここの左の方をもっと開けるように、あんまし尖らせない、さあいかがでしょうか。行書で書いていきました。それでは、こちらですね、それではお手本と見比べていきたいと思います。
はい、まず春という字ですね。春という字いかがでしょうか。春という字ちょっとここが硬いかもしれないですね。楷書のような硬さがありますね。あとこちらの群をちょっとここを見ていただくと、ここはそうですね、見てください、ここの出っ張りがちょっと大きすぎますね。なので私が意識しすぎてしまいました。これぐらいでよかったですね。これぐらい、これぐらい、これで閉まります。これだとこっちの方が出てしまってますね。少しこちらの方が出るぐらいの方がバランスがいいように思います。お手本もそうなってますね。ここは等間隔にかけてよかったように思います。いかがでしょうか。この火なんかもどうですか。もう少しお手本のように丸みを帯びた方がいいですね。少し硬いですね。少し硬い。さあこちらいかがですか。ちょっと分かりづらいかな。火の方もこれがちょっと外側に跳ねてますけど、内側に入れた方がいいですね。これを内側にこちらに入れた方がいいですね。あ、いろいろ気づくところが多いですね。ここの明るさなんかも足りないですね。ここなんかも全体としては少し大きさのバランスはよくなったように思いますけれども、細かいところを見ていくとやはり注意点がいくつかありますね。ここももう少し出た方がいい。これぐらい出たらいいですね。さあ、行書ですので今回の反省を生かしてもうすぐちょっと清書に入っていきたいと思います。次清書のつもりで書いていきますね。今の反省を生かしてすぐに書き上げていきます。はい、それでは中身に入ります。これぐらい下ろしてお手本を左に置いて、1画目と2画目は同じ長さで、3画目長くちょっと透けて、あんまり寝かせない、立ててこれで字の幅を取る、これで字の幅を取る。そして同様にこちらの方もしっかりと寝せて、こちらで字の幅を、これで字の幅を取りましょう。先ほどここの中ちょっと硬かったですね。今度は柔らかい日を丸みを帯びて、丸く右の方を少し下げて内側に、さあどうでしょう。ちょっと柔らかみが出たように思います。次に木という字ですね。こちらも反省がいっぱいありましたね。こちら字の幅が同じぐらいになるように内側に、下げて上に、さあここら辺も柔らかい線が出て、さっきよりはぐんと良くなったんじゃないでしょうか。次にこの和冠を大きくしすぎてたので、ここも注意が必要です。さあ、若冠を大きくしすぎない、これぐらいにしときましょう。ちょっと右上がり、ちょっと大きいか、
同じ等間隔こっちの方が出るぐらい、こっちの方が出るぐらい真ん中よりちょっと右の右寄りで、さあえ、書いてみました。いかがでしょうか。ちょっと春の方が大きいですね春の方がでかいですね。泣きの1回でもう1回書いてみましょう。ちょっと春の方が大きいけど、でこっちもちょっともう少し寝させた方が良かったですね。2文字しかないので、しかも行書なのでちょっとすぐ書けるので、もう一回行きましょう。せっかくね、見てくださってる方がいる、一緒に勉強しましょう。さあこちらまでは同じ太さ、横にしっかり寝せて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 、ちょっと解消みたいな線になりましたけど、で中を柔らかく柔らかく丸く丸く、さあどうですか。火がでかいですか。火がでかい、日がでかいけど、まあいいでしょう。こんな春の日があってもいいでしょう。さあ字の幅を取って内側に絞る、右上がり、こっちを右を下げる、内側から下から上げる、少しだけ車が小さくならないようにたっぷり、さあ同じ幅に等間隔になってますか。等間隔に真ん中よりちょっと右、あんまり尖らせない、さあこれでいかがでしょうか。これでいかがですか。はい、ちょっとここが小さいですね。で、ここが小さくてここが大きいですね。どうですか皆さん。手本を、ここがもう少し広がりが欲しいです。で、ここもう少しちょっとゆったり描きすぎました。太ってしまいました。お時間ありますかね行きますかもう一枚描いてみましょう。これで最後ですね。描きながらどんどん良くなりますね。さあ途中でいろんな用事が入ってしまうんですから、心落ち着けて、さあ1画目と2画目を同じ
三角目を大きく、しっかりと立てて立てて、これでしっかりと横幅を最大幅になるように、右の方もしっかりと、これで最大幅になるように、これぐらいか。さっきちょっと大きく書きすぎたので、ちょっと気持ち絞ります。柔らかく、下右を長く、これぐらいかな、これぐらい。さあどれがいいかな。分針をちゃんと添えましょうね。分針を添えてませんでした。さああと少し時間ありますね。あと少し時間ある、こちらの幅を合わせて最後締める。ただこっちを長く、右上がり、若盛りが大きくなりすぎないように、ほどほどに、ほどほどに、これを大きく、車のここの大きく、字の幅が同じぐらいに、同じぐらいに、同じ幅で、でここを一番長く、上の若盛りちょっと長く、真ん中に右。さあんまし太くならないように、まっすぐ、まだもうちょいか、これぐらい、これぐらいか。さあさっきよりバランスがいいような気がします。はい、書けば書くほどキリがないんですが、春季いかがでしょうか。さっきよりもここゆったりと書いて安定感がありますね。さっき書いたのはちょっと乾いてないですけど、ほらここが痩せてますね。ここ痩せてます。でここが大きいです。今度のやつはここがたっぷり、ちょっと締めましたね。最初に書いたのは、最初に書いたのはこんな感じですね。ここも痩せてるし、春の方が大きすぎました。ここも硬いし、ここがなんかべちょって崩れてますね。ここ見ててください。ちょっと立ちました。はい、今日は、練習からもう清書まで一気に書いてしまいました。春の光、春季という字、少しでもご覧になった方々の参考になれば嬉しく思います。本日もご視聴ありがとうございました。聖山さん、やる気はありますか？このままでいいんですか？一度ご自身を見つめ直してみてください。次は期待してますよ。それでは次回もお楽しみに。リクエストのある方やチャンネル登録もお願いします。